最後はこの曲で締めたいと思います。ザ・ハイローズの名曲日曜日演者を歌いましょう。最後はこの渋谷ズンチャカを作ってきたボランティアチームズンチャカのメンバーもバンドに参加してもらいましょう。では渋谷ズンチャカ第1回ボランティアチームズンチャカサブリーダーの3人お願いいたします。
挨拶をしてもらいましょう。田島さん、いかがでしたか今日やってみて。いきなり来ましたね。どうでしょう今。どうもチーム全体のサブリーダーの田島と申します。私去年実は参加してなくて今回初めてだったんですけども、サブリーダーやらせていただいて、これまでチビアツンちゃんがやるよって友達に言うときに、もうノーボーダーなフェスだからってこう言ってきたんですけど、私自身がノーボーダーの意味あまりちょっと理解してなくて、街中で音楽鳴るよって言ってたんですけど、街中で音楽鳴るってどういう状況なのか全然正直イメージできなかったんですけど、今日自分が入ってきたことがこういうことだったんだと思って。すごくこう私たちが頑張ってそのノーボーダーにしようとしなくても、結果的に本当にすごいそれぞれがこうなんかボーダーなんて関係なく楽しんでて、本当になんかもう言葉が見つからないんですけど、圧倒されました。そして昨年はプリイベントでは参加者として参加されていて、今年はこう上側に回った島崎さん、どうでしたかこう参加者から上側に回ってみて。はい、改めましてチーム巡査巡査かサブリーダーの島崎むすみと申します。で、シングエピスさん率いるシングアウトの練習に参加させていただいて、一緒にみんなで歌って、全然知らない人がなんかすごい、なんだろう、歌によって一緒に一つになれるっていうか、すごいその感覚がすごい楽しくて、そういう場をこうもっと多くの渋谷の街全体にできたらなと思って、今回街中パレードということを企画してパレードを、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今回は作る側として参加させていただいたんですけれども、ここにいるメンバー、はじめチームズンチャカのメンバーはより歌の時よりもギュッとこうもう家族みたいな感じでより深くつながれて、それがすごく一つの家族みたいな感じになれたのがとっても嬉しかったです。ありがとうございました。そして後藤さん、またこうして渋谷ズンチャがさらに素敵なイベントにするための仲間も募集されてますよね。はい、改めましてサブリーダーやらせていただきました後藤と申します。ありがとうございます。で、私の担当は当日のコンテンツは特に持たなくて、スタッフを募るために事前のイベントを打ったりですか、そういったことをメインにやっておりました。ですね、そうですね、そういった方々、あ、ごめんなさい、2回プレイイベント5